皆さんこんにちは。光栄テクモゲームスゼネラルプロデューサーの渋沢光です。大航海時代シリーズは1990年からこれまでの長い間ファンの皆様に愛されてきました。長年の声援にこの場を借りて心より感謝申し上げます。そしてこの度30周年記念作品として制作された大航海時代オリジンがグローバルローンチすることになりました。今作は光栄テクモゲームスとモチーフさんが共同で開発を、 LINE ゲームスさんが運営を担当します。先行してサービスを開始した韓国でも好評を博しておりまして、韓国ゲーム大賞では4冠を獲得いたしました。本作は大航海時代2と大航海時代外伝を原作として高いクオリティで再解釈された作品です。ビッグデータを反映した環境変化を感じることができる世界で、航海をはじめ交易、探検、戦闘、国家間の交渉などの多様なコンテンツをプレイヤーの皆様が自由に楽しむことができます。またシリーズファンの皆様の思い出が詰まった原作のストーリーや主人公たちが登場するだけではなく、新しく追加されたストーリーや新しい登場人物がプレイヤーの皆様の海洋ロマンへの気持ちをもう一度かきたてることでしょう。最後に、本作はスマートフォンだけではなく Steam などのプラットフォームを活用して PC でも楽しめるようになる予定ですので、いつでもどこでも大航海時代の世界をお楽しみいただけます。全世界を舞台に高い自由度と多様なコンテンツを持つ大航海時代オリジン、まもなくリリースとなりますので、大航海時代シリーズのファンの方々、そして大航海時代に初めて船出するプレイヤーの方々にぜひ楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。